はい、皆さんこんにちは。教育百貨店平野と申します。本日は群馬県を拠点に展開しているダブル早稲田ゼミの元社員の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱり、はい、ダブル早稲田ゼミって、はい、全国区じゃないんだけど塾講師だったらね、みんな知ってんのよ。あ、そうなんですか。みんな知ってる。なんでかっていうと初任給40万なんですよ。やばいでしょ。やばい。それに惹かれてね、はぁってなって行く人もいるし、あまりの怪しさにやっぱやめるみたいな人もいるんだけど、やっぱね、この初任給40万についてまずちょっと聞いていきたいなというふうに思うんで、まず最初その給料の話からちょっと聞いていきたいなと思いますが、そもそもダブル早稲田ゼミを辞めたのはどれぐらい前ですか？5年ぐらい前になります。わかりました。ありがとうございます。ちなみに本当に初任給40万円ってのはもらえるんですか？講師職の人がもらってたと思います。おー、じゃあ授業を担当する先生はみんな初任給40万円もらえる。月給40万円だからボーナスがないとかそういうわけではないんですか？そうですね、きちんと夏期講習、夏の時と冬期講習の時に、もらえてたっていうふうに記憶してます。え、じゃあ年収で言ったらそもそも初任給でいきなり600弱ぐらいいくんじゃないですか？そうですね、それぐらいもらってました。やば。基本給っていくらですか？26万円ぐらいだったと記憶してます。だとすると多分だけど同じ残業代は100時間ぐらい入ってるんじゃないかなと思うんですけど、普通に100時間ぐらいは時間外労働としてあったようなイメージですか？普通に100時間を超えてたと思います。普通に超えてるっておかしいけどね。100時間って超えちゃいけないラインだからね。要するにめちゃくちゃ働かされてるから給料も高いよっていう認識で合ってます？はい、そうです。すごいですね。ちなみにその後に給料ってどういう上がり方をしていくんですか？授業アンケートって言って生徒から何々先生の授業は良かったっていうふうな結果で国数シャーリー A で順位をつけられるんですけども、それに応じて、まあ、1位が何個だったからいくら昇給っていうふうなにはなってました。じゃあ営業面じゃなくて授業面の良さで給料が上がっていくみたいな感じですか？そうですね、本部の方から営業面でガミガミ言われるっていうことはなかったと思います。超意外。給料高い会社って世の中にあるじゃんか。営業成績が高いから給料が高いだと思うんですけど、そこは授業ってところなのは、なんかすごいいいなと思ったんですけど、早稲田ゼミって他の塾と違ってなんですけれども、声をすごく張り上げないといけなくて、ホワイトボードをバシバシ叩くっていう、そういう授業を売りにしているんですけれども、そういう授業に達してないなっていうふうに、上司からジャッジを受けた場合は合格ラインが出るまで授業の練習をするっていうのが多かったと思います。ああ、じゃあ営業電話ひたすらしてるっていうかはホワイトボードバンバン叩いてるって方が正しいってことですね？はい。なんか面白いね。営業のノルマとかの圧はないけど、お前もっと大声出せよみたいなことは言われるっていう感じですか？ずっと言われ続けるっていうのが普通だと思います。おお。普通じゃないけど、普通ではないんだけど、やっぱ初任給40万の会社だけあって、やっぱどっかがこうぶっ飛んでないとやっぱいけないと思ってるんで、他にもぶっ飛んだエピソード聞きたいなと思うんですけど、定時ってのはそもそも何時から何時までなんですか？一応定時は1時、出社の10時終わりな定時です。なるほど。まあ13時22時っていう、まあ、一般的な塾の就業時間かなと思うんですけれども、大幅に前に来たり大幅に後に残業したりっていうのは結構ある感じですよね？ありますね。校舎によってだいぶ違うっていうお答えにはなるんですけれども、僕の校舎だと、朝の10時に来て朝の10時から練習を2時間3時間して、その後に定時が10時で終わるんですけども、授業の終わる時間が10時なんですね。なので後片付けをやったりとか、かなり大きな塾なので送り迎えをした後にですね、入るので、どうしても12時は超えちゃうかな。まあじゃあ終電で帰るみたいな感じですよね。群馬県なので、終電という概念はなくて、入社した途端になんですけれども、車を買えっていうふうに斡旋されます。あ何時まででも働ける。そうっすよね、何時まででも理論上は
働けちゃうわけじゃないですか、その職場で。めちゃくちゃ残業過度な会社でも、さすがに12時には帰って、家でパソコン叩いてるとかはあるにしても、早稲田ゼミさんは、もう12時過ぎてもバリバリ校舎でパソコン叩いてるみたいな感じなんですよね。そうです。だから、首都圏の塾業界の人羨ましいなっていうふうに、ここの校舎でずっと言ってました。そうだよね、だって終電なんて23時半とか、まあ、24時とか、まあ、どんなにやっても24時半ぐらいまでだと思うからね、うん、そうか、そう思うと群馬の会社だから車必須になって車で帰ると、うん、ちなみにその車があるせいであまりにもすんごい残業したみたいな、なんかエピソードってありますか？はい、まず1年目、入社して1年目なんですけれども、ゴールデンウィーク前に新人トーナメントというか授業トーナメントがまず行われます。1年以内に入った社員の新人の中で一番授業が上手なのは誰かを決めるトーナメント、大会なんですけれども、結構群馬テレビの人とかも来たりとかして、日頃の業務が終わってから練習をさあしようかっていうところになるので、どうしても日付をまたいでからのどうしても3時間4時間の声を張り上げてホワイトボードを叩くっていう作業があるので、そうですね、朝チュンチュン言うまでやってるイメージですね。じゃあ要するに1時ぐらいから練習開始してるわけですよね。でそっから4時間ぐらいやってるってことは、朝5時の鳥がチュンチュン言うまで授業の練習をしてるってことですか？そうですね、それが一番辛い時期の一つだと思います。はい、いや1年目にしていきなり辛すぎるでしょ。辛い。それでなんかそのトップになった人はなんかもらえたりするんですか？賞金20万円がもらえます。おー、1年目で授業上手だったら20万円出すよな、うん、俺は結構高額だと思うけどね、うん、まあ、とはいえだけど、いや朝までちょっとやってんのはね、ちょっとどうかなと思うんですけど、ちょっと激しい会社なんだなってのは、うん、今初めて知りました、やっぱり。そうです、うん、それは初任給40万掲げてるだけありますよ、やっぱりね、うん、初任給40万円で、年収600万弱ぐらいだと思うんですけど、その後、どういう役職を経て、いくらぐらいになっていくかっていうのを分かるところまででいいんで、教えてもらえますか？主任になると給料が上がって、主任でも大して上がらなかったと思います。確か年間50万円ぐらいっていうのと、なんですけど、拠点長、塾長になると年収1000万プラスになっていきます。ホームページの公開よくしてるんですけれども、部長級になると2000万とかいきます。へえ、いや教師長で1000万いくんですね。それすごいですよね。僕今までその、まあ、年収1000万を超えられる教師長って、まあ、トーマスとかぐらいかなって話してたんだけど、ダブル早稲田ゼミを参戦してた感じですよね。そうですね、うん、年収1000万円を狙いたい教師長の方々はダブル早稲田ゼミかトーマスで転職しましょうってことです。休日ってあるんですか？実質ない。え、365連勤？お盆とあとお正月はお休み、あとはゴールデンウィークですかが、きちんと点取れるんですけれども、まあ、通常 の、 休みの日は他校舎 の、 同じ科目の偉い先生の授業を見に行ってたりとか、ずっと研修っていうイメージ。じゃあ例えば日曜日と木曜日休みでも偉い先生のところに行って、その大声出してホワイトボードバンバン叩いてるの 見ながら見てこう研修してっていうのがあるってことですか？オフィシャルではやっぱりないんですけれども、来るよねっていうふうに圧をかけられます。無言のプレッシャーで休みの日も会社に来て自己研磨しなさいということなんですね。そうです。いやーすげえなー。ちょっと僕今までこのシリーズでやっぱ一番ビビったのって委員会の本部の話だったと思うけど、はいはいはい、軽く超えてきた感じがしますね。めちゃくちゃね、給料が高いから休みがない、でも教師長になれば1000万いくんだぞと、いうのはある意味人によっては魅力的に映ると思う。だって別に俺休みいらねえ、金をくれればそれでいいもんっていう人って世の中いっぱいいるから、そういう人が教育業界に携わりたいなったら、うん、ダブルバスターズに行けばいいわけじゃんね、うん、平穏な感じで暮らしたい塾講師の人にはちょっと向いてない会社ですよね。全くそうです。お金稼ぎたいだったらいい会社ですよね。困惑してる。そうですね。ではそんなダブルバスターズのいいところ教えてください。コックス、シャー、ビー、A の科目の中で一番得意なところを自分の科目として持つので、
自分の科目を突き詰めていきたい、教師としてのスキルを上げたいっていうんだったら一番いいかなとは思います。おー、なるほどね。これはいいですね、うん、じゃあ違う、こう、なんか講師が足りないから担当外の科目をやってみたいなことは言われないんですか？たまにある感じで、基本的にはあの数学の先生だったらずっと数学を見てます。これはいいですよね。だから授業多分突き詰めすぎてると思うんでまあそこまで行っても俺はそこの覚悟があるっていう人はぜひ受けてみたらいかがでしょうか。はい、では今日はこの辺で終わりたいと思いますけれども、あまりにも面白すぎるこのダブル早稲田ゼミのアフタートーク、あの概要欄に貼ってありますから、そちらの方も、ご覧ください。あとこの企画に参加したい方はさらにあの概要欄貼ってありますんで、その動画を見て連絡手段も載ってますんで、そこから連絡を取ってきてください。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。